たところだから。それじゃあ今日はよろしくね。商店街で遊ぶだけなんだから、そんなに緊張しなくても大丈夫だよ、リンリン。でも珍しいね、リンリンは商店街に遊びに行きたいなんて。何かあったの？この前、花咲川ふれあい祭りをやった時に、商店街のことをもっと知りたいと思ったんだ。それに、ふれあい祭りでお世話になった皆さんに挨拶もしたくて。ただ、一人だと勇気が。なんだ、そうだったんだ。それなら、アコに任せて。アコがリンリンをババーンと案内しちゃうから。商店街の楽しいところ、アコが全部教えてあげるね。うん、ありがとう。ご挨拶したいお店はリストアップしてきたから。わあ、結構あるね。それじゃあまずは、まずは黄金に輝きし灼熱の、とにかく行こう。灼熱の、いらっしゃいませ。今ならコロッケが揚げたてサクサクだよ。あ、さっき言ってたのコロッケのことだったんだね。そう、やっぱり最初は美味しいもの食べて元気つけてから回った方がいいもんね。かぼちゃコロッケ、クリームコロッケ、どれにしよう。どれも美味しそうで悩んじゃうね。はぐみのおすすめはクリームコロッケ。最近中のクリームをちょっとだけ変えたんだ。そうなんだ。それじゃあアコはクリームコロッケにしようっと。リリンは？私もアコちゃんと同じもので。はーい、クリームコロッケ2つだね。あとは普通のコロッケもおまけしちゃう。わー、いいの？ありがとう。うん、リンコ先輩、ふれあい祭りですごく頑張ってたって聞いたから。あ、ありがとうございます。嬉しいです。よかったね、リンリン。それじゃあ早速いただきます。うん、おいしい。じゃあね、お弁当屋のおばちゃん、また来るね。ふれあい祭りでは本当にありがとうございました。これでリンリンが作った挨拶リストは全部回れたかな。うん、ありがとう、アコちゃん。それにしてもたくさんお土産もらったね。駄菓子に、羊羹に、おせんべい、あとお饅頭も。どのお店の人もアコちゃんを見たらお菓子を用意してくれたよね。リンリンも一緒だったからだよね。緊張する必要なかったでしょ。そうだね、みんな優しい人ばかりだった。あとアコちゃんが一緒にいてくれたから、途中からそんなに緊張しないで済んだかな。それに今日はすごく楽しかったよ。アコちゃんに案内してもらったおかげだね。リミがそこまで言ってくれるなら、アコ商店街のツアーガイドになっちゃおうかな。今日もアコちゃんのかっこいいところたくさん見せてもらっちゃったな。アコのかっこいいところってどこどこ？教えてリンリン。それじゃあ公園でお土産を食べながら少し話そうか。うん、お土産一緒に食べよう。アコはどれにしよっかな。お仕事お疲れ様。この調子で午後も頑張ろうか。あれ？あそこにいるのは。
こちゃん、こんにちは。難しい顔してどうしたの？あ、マリナさん、今ね、あこ考え事してたんだ。あ、そうだ、二人にもちょっと聞いていい？私たちで答えられることなら大丈夫だけど、あのね、二人は大好きな人を大好きな人に紹介するとき、どんな風に紹介する？やっぱり相手にも好きになってほしいし、その人のいいところを紹介するとか？やっぱりそうだよね。それなら何がいけなかったんだろう。実はお姉ちゃんとリンリンがお互いのことをずっと勘違いしてたって言ってて。ああ、その話なら二人からも聞いたかも。そのことで悩んでたの？うん、あこ二人のかっこいいところをちゃんと伝えたと思ったんだけど、どうしてああなっちゃったのかなって思ってそれでどうすればいいのか考えてたんだけど、そんなに気にすることないと思うな。だってあこちゃんから見る二人がかっこいいから、その気持ちの通りに話したんだよね。うん、お姉ちゃんはヒーローみたいで超超かっこいいし、リンリンはスーパーウィザードって感じで超かっこいい。それならそのままでいい気がするな。あこちゃんからしか見えないかっこよさだって二人にはきっとあると思うし。うん、でもまた困ったことになったら嫌だから、今度からはどんな風にかっこよかったかもっとうまく説明できるようにしたい。うんうん、それは大事かも。そうすればあこちゃんの思うかっこよさがもっとみんなに伝わるもんね。うん、そしたらみんな二人のこともっと大好きになっちゃうかも。そうだ、二人から見たお姉ちゃんとリンリンのかっこいいところも聞いてみたいな。自分で説明するときの参考になるかもしれないしもちろんいいよ。そうだな、まずともえちゃんは